どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回からですね、まあ5位は勉強会ということで、やっぱタンホール9でゴレホグハイブリッド、まあいろいろありますけれども、最終的には5ビーバーがね一番強いんじゃないかなっていうですね、まあことに至ってます。はい、ということで、まあリプレイ流しながら、見ていきたいと思います。まずですね、まあこういうリプレイっていうのは何回も見てほしいんですが、まずゴウィーバー、私ね、さっきね、最強じゃねえかみたいな喋ってましたけど、まあまあよく言う、なんかもう、まあとりあえず最強って言っとけばなんかみんな見てくれるだろうみたいな魂胆ではありません。あのやっぱゴレホグにはですね、天敵、巨爆2連っていうのがあったりですね、あとはハイブリッドですとやはり220枠が必要であったりとか、相手の援軍にラブハウンドが入っていることが多いので、アーチャークイーンのレベルが高かったとしても、最初の陸段階でアーチャークイーンが捕まって対空砲を折れないっていう事故が発生してしまったりするんですね。そして、なんだ、あとはゴレホグハイブリッドぐらいですかね、今主流なのは。今はゴレホグハイブリッドが主流だとは思うんですが、そうだと思うんですよ。なので、そしてゴレホグではなくて、そのゴウィーバーっていうのはバルキリーを主体としていくので、ヒーリングとそしてレイジをかけていけば、しっかりとですね、安定して星にはまず取れます。そして罠暴きとかも、できますし、このように次につなげる攻め方っていうのができますね。やっぱりハイブリッドとかだと星1で終わる可能性が非常に高いんですよ。そして次のグッジョブさんのリプレイ、まあこのような、なんかこう前回対策陣、さっきのはなんか星に対策陣ですけれども、これは前回対策陣ですね。まずホグライダーをちょこっと出して、こちらを援軍を釣っているんですかね、あとはホグライダーのサイドカットもしていると思います。そしてポイズンをかけていって、勝利ということで、やっぱドラバル、最近の援軍ね、ドラバル入ってる方非常に多いんですけども、私はねドラバルそんな強くないなと思うんですよね。まあでもこう援軍処理をしないで一気に攻め込んできた場合、大きなダメージを与えることができるので、まあドラバルを採用してる方が多いんだと思います。僕はねやっぱラバーウンドが嫌いですね。はい、そして援軍を、ゴレ出してタゲ取らせた後に援軍処理と、まあサイドカット用のゴレですね、こちらは。でこちらですね、まあゴウィーバなんですが、そうですね、いい感じですね。しっかりと面出しでサイドカットをしております。そしてババキンを遅らせて出すことによって、巨大クロスボウとかのタゲをしっかりとゴーレムにこう当てて、隠しテスラとかのタゲもゴレとかに当ててからババキンを出すことによって、ババキンっていうのはねもうどんどん突っ込んでいくので、別にバカとかそういうのではなくて、まあ、修正なんですよねなので、ゴレはしっかりと遅めに出してあげて攻撃力をね、上乗せしてあげてるっていうことが重要です。そしてこちらジャンプの呪文をもう一発持っていってないんですよね。基本的にはまあゴウィーバ主体のホグということで、このゴウィーバ主体のホグっていうのは罠暴きがされている状態でのゴウィーバプラスホグは最強じゃないですかね。やっぱバルキリーとかで、陸段階というか最初のヒーロー段階でもうとんでもない数の巨爆とかも処理できるので、やっぱり罠もこの誰かが攻めてくれた後に攻める攻め方として最適な攻め方なのではないかなと思いますね。まあその初見で全開取るっていうのはやはり難しいので、まあ、何とも言えないんですけれども、初見全開というか初見罠暴きっていうんですか、初見でもし星2だったとしても、しっかりと星2しか埋めなかったとしても、やはりその罠暴きができる点でやっぱりゴウィーバ強いですね。そして最後のリプレイはクイヒープラスパンサーさんのリプレイですね。クイヒープラス、まあ、ゴウィーバということで、ちょっとですねこちら興味深いので見ていくことにしましょう。まずはですね、まあ、クイヒーですよね。やっぱタンホール9でクイヒー使うとなると、やはりアーチャークイーンは25から30、まあ、必要となってしまう攻め方ですよね。なので、まあちょっとまだちょっと使えないよっていう方は、こちらの攻め方はまあまだまだ使わない方がいいんじゃないですかね。やっぱりヒーラーで相当な数 14×4 の枠を使うので、そこで弱いアーチャークイーンを回復し続けてもですね、しょうがないんですよね。さあここで援軍で、このタイミングで
またドラバルなんですけれども、やっぱここのタイミングでラバーが出てきたらちょっと嫌ですよね。あのアチャクイのタゲが全部取られてしまうので、ちょっとそれは、うん、しっかりと援軍をどこで釣り出すかとかいうのを見て、プレイした方がいいかなと思います。うまいですね。ここもウィズでしっかりとサイドカットすることが重要なんですよ。基本的に、ね、バルキリーを使うときに、バルキリーがそれたら、まあ、間違いなく星1なので、ここで、バルキリーも出すのが遅いですね。でババキン出して、これはそれないですね。それ、わあ、こっちから行くんだ。なるほど、ゴレのタゲを回収しつつっていう感じですね。いや、これ非常にうまいんですよ。で、ホグをどこから出していくかというとですね、最初の方にアチャタワとかが中心部のバルキリーのタゲを取っているので、タゲを取っている隙にホグを取るかということで、その反対側から行ってもいいんですけどね。まあ、タゲが分散してる分、バルキリーではなくてホグもダメージを受けづらいので、こういう感じにしてます。で、クイヒの強いところはアチャクイが最後まで残るんですよ。下手したらクロークも残っちゃったりするので、もうこのクイヒ、まあ、アチャクイがレベル高い方はですね、ぜひともこの編成試してみてください。まあ、アチャクイが低いよっていう方はね、バルキリー多めの編成であったりとか、も強いかなと思います。ということで、まあ、今回はね、ゴレホグではなくてゴビーバのゴワイバ、ゴビーバ、どっちの発音ですかね。まあ、いや、ということで皆さんもぜひとも練習して、タウンホール級はね、もう前回がやっぱり取りやすい環境であるので、ぜひとも皆さん頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。